します。はい、ということでですね、最近始まりました仮面ライダーゼロワン、第1話に出てくるあの腹筋崩壊太郎さん、はいはい、の、腹筋崩壊太郎ですっていう挨拶のですが、あの山田ですとすごい被るっていうふうにムジョル君に最近言われて見てみたんですけども、確かにと思いましたね。はい、あのそこのですはほぼ俺です。本日はですね、3軒のレイドアワーでございます。今からですね、3人でですね、こちら池袋で、3軒のレイドアワーやっていこうと思っているんですが、実はこの収録の1個前に別のロケをやっていたんですね。そうですね。はい、でそのロケはですね、あの新宿にあるあの僕の知り合いのタロット占いの人がいて、この人になんかどこ行ったら色違い出るんだと、でその時は伝説の色違いがちょっと欲しいって言ってたんですね。で、あのちょっと別の動画の方で実はその色違いを新宿から北東方面に行ったらいいよっていう風なの3人とも出たんですよね。はい、でその北東の方が来たら池袋とかサンシャインの方面だったんで来て、であの実はその1本目の動画でなんかちょっとすごいことが起きたんで、そうなんですよ、これ見ていただきたいんですけども、はい、はい、これはその当日のもうその後の収録ですね。で、まだ伝説の色違いを狙いたいということで、このレイドアワーの1時間で僕らはね、もしかしたら出せんじゃねえかと思ってるわけですよ今。はい、なんか運気的にはなんかダヨちゃんがスイ君出そうな雰囲気があって、ね、今占った感じだと、はい、でヤス君の僕はまあ草がなんか強かったから、その2匹伝説いないから、うん、なんとも言えないんですけど、そうですね、はい、まあでもちょっとなんか来そうだなというような、うん、まあ、そのとにかく、実際に言われた方角であるこの池袋でレイドやって出んのかと、そういうこと、いうようなところをまあ今回ちょっと見ていきたいなというところですね。はい、はい、まあ出ないかもしれないですけどね、うん、うん、まあまあまあ様子見ていきましょう。はい、ということで黒卵もうね割れ始めてるんでいきます。はい、じゃあやりてみましょう。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 行きますよ。やべ。え？今なんて言いました？いやいやいや、やっていきましょうって。ああ、そうなんですね。はい。あ、わかりました。OK です。ちょっとよくわかんない。とりあえずエンテですね。はい。YouTuber。まあ YouTuber ですね。そうですね。YouTuber やってます。はい。チャンネル登録したいです。あ、マジですか？本当すか？何系やってるんですか？ポケモンGOやってるんですよ。山田チャンネルで。山田チャンネル。ああ、そうそうそう、それですそれですそれです。はい。28人もいいですか？そうなんすよ。今それくらいなんすよ。すごいじゃんか。キャラこんな感じだよ、お兄さん。あ、そうっす。結構はい。キャベルに高いんで。今すげえ見えました、それが。はい。めっちゃ見えた。頑張ってください。ありがとう。とても気さくなキャッチのお兄さんでした、はい、ありがたいですね、はい、すごいですね、今日は池袋確かに運気が吹いてるかもしれないですね、これね、確かに気分良くなれたかね、今ね、珍しいかもしれないです。そうだよね、はい、ちょっと待って、今1968だった。68はまあまあ高くない？まあまあ高いですだよね。はい、開けちゃったけど、おお、すげえな。てか、なんで勝手に開けてるんですか？確かにごめんえ、一発つもだよ、やばくない？え、ちょ、二人どうぞどうぞ、二人負けて、はい、あ、赤、あ、まあ、ちょっと、本当にやばくない今日？いや、じゅん怖っ。じゅんさん、あれ怖いよ。あ、じゅんさん本気じゃん、本気で当ててきてるじゃん、マジで言ってるじゃん。あいつ本気で当ててるじゃん。はい、捕まりました。ちょっと俺引いてます、今ドン引きしてます。そうですね。一撃。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやまだ1時間、この1時間頑張んなきゃいけないんだからね。まだ頑張りましょう。 OK、 次行きます。はい、今回はちゃんと3人で開けましょう。はい、すいませんね、あの僕ちょっとやらかしました、さっきはね、すいません。はい、勝手に開けて勝手に喜んですいませんでした。そうっす、申し訳ないです。はい、さっきのね、いや、そのこのタロット占いちゃんとやってる方のね動画だと、正直そんなにこっちとしてレイドなかったんですよね、うん、ぶっちゃけ伝説レイドやりたくて来たんだけど伝説なくてと思ったら、まあ、のちょっとオチは言わないですけど、そっちの動画見ていただきたいんでね、はい、まあ、ちょっと えぐいことになりましてね、はい、まあ、だからこっちでやっと本ちゃん感があるんですよ今ね。でそこでいきなり出てるから、まあなんかあの喜びよりも引いてる。いやでも引かない？ちょっと怖いですね。ちょっと怖いよね、当たりすぎてて怖い。そうなんですよ、うん、ただ多分また色違い俺どん詰まったら頼りに行く気がする。そうっすね、あのマジで出ねえんだつって言って。さあライコちゃん CP いくつかな？1915でした僕は。あ、僕も同じです。おお、みんな低め。あ、みんな低いですね。怖い。
じゃあみんなでパーンと開けましょうか。行ってみましょう。はい、どうも。あ、痛い。出ないですね、残念残念。まあ。オッケー、次行きましょう。レッツゴー。雷光2戦目。この後、炎帝とか雷光が周辺いっぱい出てるんで、その辺狙っていきましょう。はい。まあ、水君が近くにいないんですけど、まあ、いいのかな。いいか。さあ、ライコを倒しました。倒したよ。さあ、CP チェックでございます。72が確か100ですよね。だったかな、確か。さし。うん。低い。20。31。あら。低いですね。はい。せーの、ドン。特殊ランダイット。はい。出ませんね。残念。次行きまーす。はい。それじゃあ、エントリーレート見ていきましょう。せーの、ドン。エンテ2連じゃん。2連え、やば。怖。マジか。マジで言ってます？これマジで言ってるな、俺。やばいっすね。行きましょう。いよ。やばいな。まだ出る気がするもん、こんな感じで。よし、頑張ろう、次も。はい、現在18時36分ということで、レイドアワー1時間の折り返しなんですが、今回のレイドアワーの黒卵の出方がちょっとね、なんか今までと少し違くて、まず普段だったら18時ジャストにバンって出るじゃないですか、うん、なんですけど18時の出現と17時59分って記載のやつがまずあったんですよ。っていうところで2段階まずあったんですね。でその後をなんかさらにもう1段階なんかこの辺が出てて、18時なんか10何分ぐらいからもポポッと出て、18時半とかも出ててみたいな感じで、なんかその1時間の間に最初の第1弾に出せなかった卵がさらにその後すぐ出てるような、だからそんな感じにちょっと見えたんですよ。まあもちろん分かんないですけど、全部見えてるわけじゃないんで、池袋主演しか分かってないんですけど、なんかもしかしたら今回のこのレイドアワーからそのより黒卵のその出現をさせやすく、もしかしたらなんかいじってるのかもしれないですね。はい、ナイアンティック側が要はその普段だったら潰れちゃったレイド、うん、もうじゃあ極力そこはちょっと出させてあげようみたいな。なるほどね、うん、っていうのがあってちょっとずれて出てるから、多分今回も19時きっかりじゃなくて19時10分とか15分ぐらいまでは普通にできると思います。なんか個人的にはだからそれはありがたいですよね。確かに。もう単純にプレイ時間が伸びてる感覚にあるから、うん。とか、おいつはもう始まりましたね。このライクもちょっとライクをもうサクッと倒しましょう。倒すぞーい。いきますよ。3、2、1、ドン。飛ばない。来い。ライコー何戦目かな。ライコーは3か4ぐらいか。はい。はい、ですね、ぼちぼち時間がね、ちょっとね、攻めてきてる感じでございます。で、ここ、うん、その、やばめの、やばい感じでございます。19時が近づいております。はい。はい、で、ここがですね、今あれなんですよ。メガ東京ですね。はい。ポケットモンスター、ポケモンセンターメガ東京か。はい。もう、わたわたしすぎだと。ポケセンなんで、ここ対近いの違いができれば欲しいよね。ここで出しましょう。ここで出したら100年目ですよ。もうここで出したらいいね。どうしたんですか。ちょっと疲れてきてません？ちょっとガス欠がね。あ、今日ね、だって朝10時スタートでしょ、今日僕ら。そうですよ、そうですよ。10時スタート、そう、3本目ですから、これ、はい、今日動画ね。そうですね。そりゃある程度は疲れますよね。うん、なんか脳みその浅いところでしか今会話ができない感じが、ね、今一瞬ありました、ね。はいはい、どうやらガス欠が起きてます。あ、OK、倒した。CPU が。はい。あー、なんとも言えないとこかな。はい。行きましょう。せーの、ポン。はい。どうなんだい。ないんだ。なんなんだ。なかなか来ないですね。来ないな。OK、OK、ネクスト行きましょう。はい、ただいま19時11分でございます。はい、ちょっとずれて、出現した黒卵のスイクですね。この動画の中で色違い出してるのは、まあ、僕今2体か、うん、出てるのですが、すごい、ちょっとねやっぱ2人にもそろそろ出していただきたいと。出したい。はい。したい。思っているので、ちょっとここはですね、スイ君。まあ、スイ君なんでダヨチャンスですよね。そうなんですよ。ダヨちゃんは出そうなんだよね。なんかいやーちょっと久しぶりのなんか。長時間ロケっていうか、まあ、長時間の日でしたね今日ね。そうですね、うん、まさか3本撮りになるとはちょっと思ってなかったですね。初めてじゃないですか。確かにね、うん、そう、もう朝から晩までで、まあなんかね海外の遠征とかはさあれだけど1日がかりでさ1本ぐらいのやつだったけど、今日はギュッとねちゃんと別の収録っていう形で、うん、色々やれたので、まあ良かったですね。
はい、まあ、3件だいぶ追いかけ回している日でしたというところで、はい、今 CP 僕1646でした。73お高い、ね、あーなるほどね、そうぞ。さあそれでは今日のラスト色違いチェックにしましょうか、はい、はい、それでは果たして誰か一人でも色違い出すことはできるのか。頼むぜ。3、2、1、ゴー。こい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 。わかった、はい、わかりました、わかりました、どうぞ。はい、山田くん、はい、それぞれのアカウントに散るのではなく僕のアカウントに全部集まったんだと思います。なぜ3時間、あ、1時間か、1時間で3体で、しかもあの出るって言っていた色地水くんもここに出てるからです。ということで、タロット超え、死にしてくれませんかね。いやでもそうだと思いますよね。いややばいな、マジ。え、ちょっと怖すぎない？俺見たことないよ、こんなに出てんの。俺ちょっと出しすぎじゃないですか、マジで。出しすぎだよね。やだよ、絶対やだよ。俺次の世代の伝説の色違い欲しいよ、だって。まあちょっと1個前のね動画でね、ちょっとあれなんですよ、まあ、カロットね、タロットやって、あの北の方へ、北東に行ったら色違いが出ると言われて、はい、3人は言われて、3人中2人はガチで出た、でそのうちの1人僕は鬼出たという結果でしたね。吸われたわ、はい、5% 3体、 5% を3回1時間で引くという結果に終わりました。はいはい、それぞれ欲しい色違い言って。はい、はい、エンデ、あ、オッケー、はい、はい、予約、はい、エンデ予約。スイ君か、まあ、あー、持ってた。じゃあ、ライコーかな、ライコーな、オッケー、ライコーな、かまへんやったるわ、うん、あ、ライコー、取っとったら、プラスで、もう1、2体かな、色違いな、あ、オッケー、わかりました。ということで、まあ、前回と今回で、まあ、タロット編みたいな感じかな、ゆるくやるとね、はい、当たるということでね、すごい、はい、すごかったですね、はい、怖いです、あの怖い、ただの友達だったんですけどね、友達からなんかちょっと見る目が変わってしまいますね、これからはね。はい、ということで、じゃあ一応ここで締めましょうかね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまだ Twitter、Instagram やっております。ヤスダヨ Twitter ございます。よかったらそちらをフォローお願いします。お願いします。はい、それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。